第二代ファインドフォード伯爵、第二代ファインドフォード伯爵、ジェームズ・カーマイケルは、スコットランド貴族。1701年から1710年まで、カーマイケル教の儀礼称号を使用した。初代ファインドフォード伯爵、ジョン・カーマイケルとビートリクス・ドラモンドの息子として、生まれた。グラスゴー大学で教育を受けた後、1706年に、竜気兵連隊の大佐になり、 1710年に、順庄に昇進した。1710年9月20日に、父が死去すると、ハインドフォード伯爵の爵位を継承した。1715年から1737年まで、スコットランド警察協を務め、1737年8月16日に、カーマイケルで死去した。長男ジョンが爵位を継承した。1698年3月25日、 エリザベスメートランドと結婚五男六条を設けた。ありがとうございます。